うーし、アルテマンです。さあ、今日の動画は、新しい装備がやってまいりました。コスモハンター装備のレビューをしてまいりたいと思います。早速、性能の方を見ていきましょう。では、グラビティソードを見ていきます。ソードと名が付いておりますが、武器カテゴリーは刀でございます。でですね、一個前の福引きもですね、なんと、ドルマの刀と有名の宝刀でしたが、なんとですね、本体はこちらという逆パターンが初めて行われてしまいました。てっきりですね、有名の宝刀ですね、がメインで。で、こっちはね、抜きかなって思っていたらですね、なんと逆でした。これは初めてのパターンで非常に面白いなっていうふうに思いました。でですね、まあ、逆だなっていうふうに思う根拠が、ダークスペースですね。EX スキルがついていて、これはもうゾーマ剣とかね、持ってる方はお馴染みなんですが、ドルマ属性の特技の CT を 100% 貯めて、まあ、ダークスペースを付与しますと。で、ダークスペースは武器にセットされているドルマ属性特技のダメージを 35% アップして、ダークエナジーを使用した時に威力が 850% にアップし、次に使用する攻撃特技か補助特技のダメージを 1.3 倍にして、まあ、これは 50% の確率で効きますということでですね。もうこの時点で、有名の方とおしまいです。どう考えても無理です。いやー、まさかこんなことが起きようとはというところですね。でですね、まあ、有名の方とにも特性でね、刀特技の威力 10% アップっていうのがついておりますが、こっち 35% なんで、どうやったって太刀打ちできません。でね、まあ、あとはね、メインスキルの話があるじゃないかと。メインスキルの悪鬼打刻はまだまだ、グラビティソードよりも、有名の宝刀の方が強いんじゃなかろうか、なんていう風なね、希望もありますが、それはね、おいおい見ていこうかなという風に思います。でですね、刀専用特技、これのメインスキルですね、ダークエナジーという部分がありまして、威力は 800%。で、これはね、このグラビティソードで使う場合に限り、850% にアップして、まあ、1.3 倍の構えが、まあ、確率でつきますということになります。で、さらに、なんとこの特技ですね、会心判定があります。で、特性で会心率が、上がりますので、まあ、ある程度はね、確定会心ではないという点は、まあ、ちょっとね、いただけないかなという部分はありますが、まあ、それでもね、会心判定ありますので、まあ、たまに会心出るよということになります。で、まあ、逆にね、会心判定がないことによって、会心の一撃を放つとですね、まあ、カウンターしてくる人もいますので、まあ、武器をね、あんまり持ってないよなんていう方は、ワンチャンこれが使えるかもねっていうね、利点もあるかと思います。で、あとはですね、自分に、これ、虚空ですかね、を付与するというふうにあります。これ、受けるダメージ 25% カットというふうになっています。で、この効果ですね、なんかどっかで見たなって思ったんですが、命令の探検ですね、の効果が、まあ、なんかここに来て、いきなり侍についたということになります。さらに、超越効果 CT ですね、13秒がありまして、これなんとね、超越スキルだったんですね。で、これはですね、攻撃後に 50% で、ドルマ属性耐性を下げて、被ダメージ上昇を付与しますと。まあ、これ、8等1戦とかのね、効果をつけてあげるよ、ということになっておりまして、効果盛りに盛られて、とんでもないことになっております。でですね、なんと、これ、ま、貫突させるとですね、まあ、ここにね、攻撃特技が2個詰めますので、ま、悪鬼打刻、抜き出して、まあ、こっちに刺してね、ということで。これ結構ね、ジュリアンテ、ちょっと結局やれてないんですけど、ジュリアンテを討伐するために貫突したようなね、方も、まあ、まあまあいらっしゃるのかなっていう印象なんですが、まあ、そういうね、方は、ま、こちらも貫突しましょうということだと思いますので、まあ、ね、2本何本あってもいいですからね、貫突武器なんてね。ということになるかと思います。いや、強い、マジで。続いて、スターダストヘルムですね。集うし、思いが。まず、天中眼ですね。これ、刀専用スキルの威力 30% アップでございます。まあ、これね、最近、この組み合わせ多いですね。で、力、極みがついていって、ドルマ、軽減強と。まあ、ここだけ見るとですね、刀専用のオーディンヘルムかなっていう風にね、見えますね。では続いて、アステロイドアーマー上を見ていきます。まず、メインスキル、コズミックバリアですね。ドルマ、ヒャド、氷ブレスダメージ 40% 減少ということで、今回戦う相手がですね、
ゲージ変化攻撃、まあまあ氷ブレス痛いという印象を自分は持っているので、まあこれ着ていくとなかなか良さそうだなっていうふうにね、思いました。あとは同じ理由で、まあ呪いとね、恐怖ガードもありますので、恐怖ガードは確か割り込み攻撃ですかね。なんかランダムでこう付けられて、まあめんどくさいなっていうふうにね、思ったんですが、これがあればね、そういった部分をケアすることができるので強いかなと思います。でさらにね、ヒットポイントもプラス30上がりますので、まあなかなかね、総合的に見て強いなというふうに言えるのではないでしょうか。ではラスト、アステロイドアーマー下ですね。まず、ピンチに万物の断り。これがめちゃくちゃすごくないですか？自分のヒットポイントが 20% 未満になった時に、ヒットポイント200回復して、ピオラに上げ、マジバリに上げ、フバーハに上げ、ということで、これ、ゲルダ消毒した死んだっていう風にね、思ってしまいましたが、まあこれね、昼休みで、ちょっとよくね、効果を間違えてたんですけど、これ、よかった。自分一人だけ。いやーびっくりしましたね。これ、味方全体にかかると思ってたんで、ね、ちょっと合間に見てたんで、嘘だろっていう風に思ってたんですけど、ね、よくよく落ち着いて帰ってテキストをよく読んでみると、いやなんだ自分だけかというところでね。まあ、とはいえ、これね、ピンチになった時に、ね、素早さ 60% 上げると、まあ、各種バフがつきますので、でこれ最近は、その、凍てつく波動をしながら殴ってくる敵が多くなってきてますので、結構その時空術師の凍てつく波動無効効果だけでは、ケアしきれない部分がね、出てきているのかなというふうに思いますので、まあ、これもね、戦略次第で、化けそうだなっていうふうな感じがしますね。あとは、バギ属性ダメージ軽減強じゃない、超ですね。これも、大魔導士したかな以来の、バギ属性ダメージ軽減強だったかなというふうに思います。これ普通に強いと。で、さらにブレス軽減も強つきますので、まあかなりね、万能、汎用性の高い装備となっています。なので、まあグラビティソードね、まあ今回当たりというか、まあ欲しいなグラビティソードも、でもあるんですけれども、アステロイドアーマー下もね、なかなかいいなというふうに思います。ということで、コスモハンター装備レビューしていきました。まとめますと、刀欲しいねと。刀があれば嬉しいねと。で、ただ、自分はね、この有名の宝刀を持ってないので、これを欲しくなったら、有名の新刊装備もないとダメだよね、なんていう風にね、思いながら、ちょっとね、どうしようかね、悩み中というね、ところです。でですね、ただ、今回の装備に関してはですね、まあ、性能は全然申し分ないんですけど、名前どうしたっていうことなんですよ。一番納得がいかない部分はですね、グラビティソードですね。これは結構多くの方も思っていることだと思うんですが、刀でしょ？ソードって何？っていうね、話なんですよ。サムライソードなんていう風にね、言いますけれども、グラビティサムライソードって言うんだったらまだね、まだ分かったんですけど、なんでソードなのって。せっかく、名流刀ってね、ありますよね。名流刀を実装された時は、侍っていう職業がなくて、剣でよかったんですけど、刀、侍カテゴリーがね、できた時に、名流刀かっこ刀っていうものを作りましたよね。にもかかわらず、なんで今、グラビティソードっていう刀カテゴリーの武器が出てきてしまったんだ、ということなんですよ。ね、もっと言うと、スターダストヘルム、ね、アステロイドアーマー、どっちか名前を統一してくれよって。これって、アステロイドヘルムじゃダメだったのっていうことなんですよ。そこも、正直言ってよくわからない。ね、このメインスキルね、防具スキルっていう観点で見ても別にスターダストであろうが、まあ、なんならスターダスト関係ないじゃんっていうね、星屑のなんかなんとかみたいなさ、そういうのがあれば、まだわかるんですよ。アステロイドアーマーのコズミックバリアは、まあ、わかる。わかる。わかるけど、で万物の断りでも、まあ、なんかは、まあ、わかるというところなんですが、なんなんだこれは、ということで、名前、ね、ちゃんと、自分ね、個人的にはですね、その名前で言い出したら始まりの勇者の剣もそうなんですけど、ちゃんとね、装備の性能もさることながら、ね、武器の名前もしっかりしてないと、ドラゴンクエストとしては、ちょっとダメなんじゃなかろうかというふうに思うわけですよ。で、ただ、
星ドラはそんなねセンスのない名前ばっかりの遊びじゃない、まあ、ゲームじゃないんですよね。この王者の剣の王者の雷鳴、これもうセンスの塊じゃないですかね。王者の剣を道具として使ったことありますよね。その時にね、轟く雷鳴が空気を引き裂くって言いますよね。それなんですよ、これは。だから、もうそういった部分のセンスがめちゃくちゃあるんだから、ね、やる気、ね、やる気を出していただきたいということをね、お願いをして、今回の動画を締めたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。やっかいオタクやんけ。